風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才能目次第。映画バクトの看板しょって歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラー。ハスラー、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 So I hustle, hustle, the hustler. I'm a hustler, baby. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. The cinema hustler.はい、時刻は10時まもなく1分になろうかというところです。 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしておりますライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。ここからは毎週サイコロで見に行く映画を決め、昨晩行われたタマフル必修映画セレクション in 新宿バルト9でエレクション、ジョニー等のねエレクション2部作を見て、やっぱり大勢でいい映画を見るのは上がるなと再確認。そしてその足で今週2度目のね課題作品を見に行って、このコーナーって本当に大変だなとも再確認型無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、ベック。月刊少年マガジンで連載されていたハロルド作詩の人気音楽漫画を20世紀少年3部作の堤幸彦監督が映画化。仲間と出会いバンドを組んだ器用な少年がさまざまな試練を乗り越えてロックフェスの舞台でライブするまでを描く。水嶋博、佐藤健、桐谷健太、向井理、中村葵といった人気若手キャストが集結ということです。はい、ということでもう本当に注目作ということもあってですね、リスナーの皆さんから、メッセージの量も非常に超大量に届いております。分量で言うと本当に歴代1位級に来てるんですよね。要はメッセージの数というよりは1通あたりの量が多いんですね。ということで皆さんの熱量が凄まじいということですね。人気漫画の原作、そして再三このコーナーで取り上げ続けた堤幸彦監督の最新作だけど、堤も20世紀少年しかやってないですけどね、今まではね。はい、手ぐすね引いて待ち構えていた人が多かった様子。手ぐすねて、でメッセージの傾向なんですが、袋叩きとね、原作に思い入れの深いファンからそうでない人までとにかく酷評の嵐。ツッコミが集中したのは概ねこんなポイント。メインボーカル小雪くん、ね、佐藤健さん演じる小雪くんの歌声が、聞こえなさすぎ、都合よく話が進みすぎ、この映画自体が原作で批判されている大資本投入による魂のこもっていない作品になっちゃってすぎ、盗んだギターの映像を YouTube にアップしすぎなど、いただいております。好意的な意見もごくわずかながらありました。ただそれも、想像ほどひどくなかった、役者陣だけは頑張っていたなど、あくまで条件付きのものばかり。例外的にラッパーの、千葉役を演じた桐谷健太さんの演技を評価する人は多かったね。構成作家古川光さんによる、雑音でした。じゃあちょっとね、本当に皆さん大量にありがとうございます。代表的なとこを紹介させていただきます。ラジオネームギゴショクね、ギゴショクさん、男性33歳。ゴリラーマンからの熱烈なハロルド作詞ファンで、ベックも漫画は大好きだというものの意見です。この映画は本当に最悪でした。原作漫画ファンね、ネタバレかもしれませんが、あ、すいません今日ネタバレします。もういいよね、ヒットしてるしね、結構ね、何週か経ってるしね、いいしね。ネタバレかもしれませんが、一番嫌だったのは原作ではベルアーム、まあ要は最後のクライマックスのフェスで、メインのステージを張っている、まあライバルグループということですね。ベルアームとね、グループベルアーム側の観客がみんな同じ動きをしている姿を、滑稽に描いていた、原作ではね。要はその同じ動きをしている客なんてっていうのを、まあ原作はちょっとこう滑稽に描いていたんですけど、映画版ベックではベックを見ている観客がみんな同じ動きをしている。この監督は漫画の何を読んでいたんでしょうか。それと漫画ではそれまでバカにしていた観客が小雪の 歌声を聞いた瞬間に態度が変わるといういわゆる水戸黄門パターンだったと思うんですが、ここが映画ではそこを、下手すぎて全くカタルシスを感じることができませんでした。この漫画のいいところは才能があるだけじゃなく何度も何度も描かれる練習シーンだと思うのですが、本当にギターが好きだというのが伝わってくるところだと思うんですが、この映画では申し訳程度にあるものの本当にあっさり描かれてて簡単に CD、出してしまったと。この描き方じゃ才能があるから認められたとしか思えません。この監督は分かってないなと思いますというね、これ原作ファンからの意見でした。あとですね、やや褒めメール、ラジオネームネッキーさん初メールだそうです。ありがとうございます。堤幸彦イズムはちらほら見えていましたが、原作がちゃんと一本筋の通ったものであるだけにちゃんと小雪の成長という軸だけはぶれずに最後まで描いて形になっていた気がしました。特にラストのステージに小雪が向かうシーンではビビりながらも一人でステージに立つ姿に強くなったなとか思わず感じながら見てましたと。でいろいろ書いていただいて、映像化に反対だった側の僕としては思ったよりひどくなかったっていうのが素直な感想ですということです。はい、本当に皆さん大量の熱量でありがとうございました。はい、では早速いってみましょう。ベック
私2回見てまいりました。でどちらもなかなかの入りでしたね。やっぱりヒットしてるんだなというのは本当にヒットしてるのは感じました。まあ20世紀少年のね3部作に続いて、まあ、人気漫画を、まあ元はだから99年から2008年月刊少年マガジン、この99年からってあたりがまあこの結構肝だなと思うんですけど、まあ人気漫画を堤幸彦監督で映画化ということで、まあ20世紀少年に続いて、主題としてそのロックっていうのが大きく関わっている点もまあ20世紀少年と共通点でありますね。全く同じこともやってますよね。放送室に立てこもってロックを流すという犯行っていう、はい、全く同じことやってる。まあ、この放送室に立てこもってロックを流すという犯行というロック像に関しても言いたいことはあるんで、まあ、今日触れるかな。20世紀少年最終主張の時の表でもちょっと言ったんですけど、今日もそこに触れられるでしょうかね。まあ、ともあれ世間的にも、まあ、当然のように大ヒット中だし、投稿な的にもまあ非常に注目作だと、どういう風になってるかで、まずもう手短にですね、良かったところ、なかったわけじゃないです。良かったところ先に言ってよね、片付けちゃおうね。良かったところね、あのね、これまあそういう意見の人も多いと思うんですけど、主要キャスト、まあ、要はベックのメンバー5人の方々は、若手俳優5人は少なくとも与えられた条件下で彼らができるベストを尽くしたんだろうというのはよく伝わってきました。はい、まあ、例えばもう単純にあの嘘っぽくない程度には演奏してるように見えてたよっていう、うん、はい、ちゃんとそこは演じられてたと思います。すごく練習もされてたっていう風に聞いてますしね。そこはちゃんとまあ、なんていうのかな、編集とかで分かんなくしてるところもあったけど、でもそれが気にならない程度にはちゃんと様になってました。はい、で特にやっぱりやっぱみんな大好きなんですね。みんな大好き桐谷健太さん、はまあ、そもそもこの千葉っていうキャラクターが、僕は実はそのベックの中では一番自慢掘り下げがいがあるキャラクターなんじゃないかとさえ思ってて、要は唯一天才じゃない人だからこそドラマが生まれるっていうか、いいドラマが生まれるキャラクターだというふうに思いますけど、まあ、その千葉を、桐谷健太さん演じてて、でまあそのラップを志願して自分で書いたっていうね、だけあって、まあなんかそのパンフレットによればフリースタイルラップは趣味でやっていたっていうぐらいなんで、まあ本当に分かってる人なんでしょう、桐谷さんね、ラップのなんだろうか。なので様にはちゃんとなってたし、原作にね出てこないようなMC バトルシーンが出てくるって言ってすごい僕は心配してたんですよね。非常に難しいことやんなと。でその MC バトルシーンも、意外と心配してたよりは意外とらしく成立してたと思います。まあ、正直その千葉が、そこで優勝するっていうほどのスキル的説得力っていうのはなかったけど、でもみっともないほどじゃなかった。ちゃんとラップとしては成立してました。しちゃんと言ってる内容も聞き取れた上での勝利っていうのも分かったし、あとやっぱりちゃんとビートキープがきっちりできてるし、というあたりですね。まあ、DJ はバリケーンっていうね、元ガスボーイズバリケーンがやってるし、ラッパーのね対抗相手としてハルクさんが出てきたのびっくりしましたけどね。元ギャンゴっていうね、ベテラングループですよ。僕も一番古い知り合いですけど、はい、ハルクさんが出てきたりとかねするバトルシーンだから悪くなかった。バトルシーンは思ったより、あとその何が重要って、何を競ってるものなのか、 MC バトルっていうのが何を競ってるのかがちゃんと分かるっていう点ですね。あとそうだ、桐谷さんのその発声とか佇まいとかもちゃんとしてて、少なくともですね、デトロイトメタルシティ映画版ありましたね、実写版、あれに出てきた MC バトルシーンの1万倍いいですはい、MC バトルシーンは良かった。まあ良かった。あとベックのその曲で、そのグループベックの曲で、劇中でほとんど唯一ちゃんと曲としてその流れるというか成立している曲が1曲だけあって、まあ、それがエボリューションという曲が流れて、まあぶっちゃけレイジアゲインストマシーンまんまじゃねえかという話もあるけども、まあそのね、なんかそのね、ミクチャーバンドのなんかそれ風の曲としては全然合格なんじゃないですか、成立してますよとかね、これいいとこね、良かったとこね、はい、良かったとこどんどんもう残り少ないですからね。あと桐谷さんがなんかプロレス指導なんかクレジットで出てて、まで入ってやったその格闘シーン、良さげなんですよね。たたずま、あ、これは良さげって思うんだけど、これね、そこはね、残念ながらちゃんと見せてくれないのが、口述する、ザ・堤演出。ね。まあ、これはあるからちょっと残念だったんですけど、まあ、ちょっと桐谷さん話が長くなっちゃったけど、小雪さん、小雪を演じている佐藤健さん。まあ、原作はもっと思いっきりコミカルなキャラクターで、それと比べるとちょっとムードがやっぱりちょっと違うんですけど、ただその、冴えない感。天才なんだけど、もう基本的には冴えない感みたいなの一応ちゃんと出てたから、まあ、偉いなと。僕はちょっと、どこかね、不揃いのリンゴたちの頃の中井貴一をちょっと思わせる、真面目ヘタレ感っていうか、はい、があって、僕は嫌いじゃないムードでしたね。はい。とか、水嶋ヒロさんもね、まあなんだかんだでやっぱそれはかっこいいですよ。色っぽいよね。やっぱね。
あのデフォルメされた帰国子女設定みたいのを本当にあの演じきっていたんだと思います。今だったら彼ぐらいだと思います。ちょっと前にこの企画が持ち上がっていたら確実に推しを学ぶがやっていたであろう役ですからね、これね。そう考えると水嶋ヒロで本当に良かったっていうことですからね。はい。あと斉藤さんっていうね、小池にギター指南する人ですけど、そのギター指南シーンは完璧とは言わないけど、なんかそれがなんかそのやらせる曲自体がそれ自体がこうちょっとしたロック史の外観に なりかけている。実際はちょっとちゃんとなってないんだけど、あ、これもうちょっとしたらすげえいいシーンになるかもって予感はあった。手当たりがまあ良かったあたりかな。はい、そんくらいかな、良かったとこは。はい、じゃあ行きますね。ここからが本ちゃんなんですけど、まずですね、この映画に関するその論議の最大の焦点となっているあの問題から先にちょっと片付けちゃいと思います。20世紀少年最終章を表した時に、以来たびたびこう僕が出す件なんですけど、要するに、映画の中でに、まあ、音楽を出す場合、まあ、音楽じゃなくてもいいですね、映画の中の劇中内作品みたいなものに、物語上でですね過大な役割を負わせるのは非常に危険であるという話を、何度も出してます。つまりその作品がですね現実離れな力を持つという設定であればあるほど、現実離れした力を持つ作品を現実に作るという、それができてれば世話ねえわっていうことをやんなきゃいけないはめない、まあできないわけですよ。で、例えば世界を変えるすげえ一曲のはずなのに、実際にそれが映画で流れてくると、これがっていうことにまあなりやすいと。で、音楽は特にそもそも他のジャンル以上に好みに左右されやすい、単純に好みで、それが千差万別な上に、その好みっていうのは個々人の中で非常に整理に根ざしたものだから、ジャッジが非常に強固なわけですよね。いくらいいって言われたって、だから演出でカバーしきれない、演出でごまかしきれないわけですよ、音楽は特に。そういう現実離れした役割を音楽に見直してても。なので20世紀少年最終章はまあスーダララーグーダララっていうあれがまさにそのドツボにはまってしまった、まあ、典型だなというふうに評しました。で、さて、じゃあその続くね、ベックで同じ堤幸彦監督はどうね、今回そのどう料理するのか。要するにその小雪のボーカルは奇跡の歌声だっていうわけですよね。聞いた途端誰もが魅了されてしまうっていうね。これをどう表現するかっていうのは、まあ、ベック語を映画化するんだってっていう時に、まあ最大の、難関なんじゃないかっていうのは多分知ってる人だったらみんな思ったんじゃないかというあたりでしょ。で、2004年だっけな、一回アニメ化されたそのベックでは、歌ってるんですね。ハスキング B の、ギターボーカルの人が歌ってる、うん、でこれはこれで一つの手、沖田さんが出てる、沖田さんが斎藤さん役で出てるやつですね。これはこれで一つの手、要するに実際に活躍している、バンドに曲を作ってもらう。この間映画化されたソラニンでね、ソラニンって曲をアジカンがちゃんと作ったっていうのも、まあ、その方向の手ですよね。で、まあ、それは一つの手なんだけど、今回の、ベック実写版の方はどうやってるかっていうと、まあ、いろんな人がもうあちこちで話題にしてます。まあ、要するに、小雪の歌声は、実際には一切聞かせないっていう手を使ったわけですね。歌ってる声は全てオフにするという手です。これは言ってみればですね、遠いの、オリジナル、OVA、の、遠い版の、方式ということです。遠い方式ということですね。上条敦さんの遠いという、まあ要はスタイリッシュなロック漫画のまあエポックと言っていいと思うんですけど、それのアニメ化、87年に1回アニメ化された際、オリジナルビデオでアニメ化された際に、その作者の希望で、実際には歌を流さないでくれっていう条件でアニメ化が許されたっていうのがあるわけですね。これ想像するに、上条敦的にはアニメ化してほしくなかったっていう意思表示なのかなって、まあ想像するしかないですけど、まあ歌を流すなと、そういう漫画自体もそう表現してるし、アニメもそうしろと。で、実は今回も原作者のハロゾー作石さん案らしいんですよね、その小雪の歌を流さないっていうのは。まあそのハロゾーさん的にその遠いのね、やり方の件を知ってのことなのかどうかちょっとわかりませんけど、で、こういう演出法、つまりまあ省略法、省略表現というか、自体がダメというわけじゃない。別にこういう表現自体がなしじゃないです、別に。で、ちなみに堤さんはですね、この間先日放映されてたテレビバラエティで、笑ってこらえてというあれかな、番組の中の企画で、映画監督志望の、なんか、女の子二人に、なんか課題作品を、自分の堤さんの脚本というか、簡単な台本で、課題作品を、短編を作らせるという、そういうなんか企画が、笑ってこらえてであって、で、僕もそれ見てたんですけど、
でこれ2人目の人が特にすごく普通にうまかったんですよ、すごく、その元の台本のちょっと言い過ぎちゃってる、言葉で言い過ぎちゃってるポイントを演出で補正してたりしてすごくうまかったんですね。で堤さんもすごい褒めてて、もう君はもうほとんどプロだ、100点だ、ただ100点はこの業界いくらでもいるから、それじゃダメなんだみたいなこと言って、堤さんがご自身の勇気あんなと思ったんだけど、自分のその課題作品が、で堤さんどう演出してるかっていうと、その音声は全てオフにして、でセリフをまあ言ってみればそのエヴァ帳といいますか、そういうタイポグラフィックっていうんですかね、こう字でガーッと出すという、まあ奇策に出たわけですよ。でまあ要はこういう演出が好きな人、こういう演出が気が利いてるっていうふうに心底思ってる人っていうのは確かっていうことですね、これこのことからわかるように、でなんだけど、まあとにかくそのそういう省略表現自体が悪いとは僕は言いませんよ、それはね。それこそ2001年でね、宇宙人出てこないじゃないかっつってね、そういうようなもんですよ、宇宙人出さない表現もある。ただそういう言ってみれば反則的な表現はここぞというところでこそ使ってこそ意味がある演出法じゃないですか、それは、だから意味があるし許される方法であってね、今回のそのベックみたいにね、まじゃあということでこの奇跡の歌声表現はこういうことでみたいな、そっちの勝手なお約束事としていいですか、一本の映画の中で、まあ、144分と結構長い映画ですけど、一本の映画の中で計6回も同じ演出法をダラダラと繰り返されると、当然さっき言った反則技としての効果も薄れてくるから、何が浮上してくるかっていうと、まあ、単なる逃げとしての、側面が前に出てきちゃう、まあ逃げたんだねっていうところが前に出てきちゃう。そもそもこの原作のねにもあるその小雪の奇跡の歌声っていう設定自体が一種の、それ自体がもうすでに一種の反則なわけですよ。つまりそれを出しさえすれば絶対に勝てる必殺技ってことじゃないですか、印籠ですよね。で連載漫画であればそういう反則的な展開、反則的な見せ場っていうのはそれなりの感覚を置いておかれるから、少なくともリアルタイムで読んでる分にはそういうご都合主義感みたいなのはあんまり気にならないわけですね。で、まあ、逆に言えば単行本でまとめて読むと、あれとちょっと都合いいんじゃないかっていうふうに後から感じたりすることあるんだ。で、これは最初の20世紀少年第1章のシネマハズラで扱った時も言及しましたけど、要は連載漫画っていうのは映画みたいなそういう完結した1個の作品とはまた別の評価軸で評価しないといけないエンターテインメントだっていうことにもちょっと通じると思うんですけど、だから漫画ならまだいいんだけど、それを144分の中で6回ね、要するに水戸黄門が印籠を6回出すと思ってくださいよなるほど、その必殺技6回も出すっていうかさ、何回か出すんだったら途中で少なくともクライマックスではそれが効かないとかね、でどうするっていう展開にするならな分かるけど、全く同じ点なんだもん、6回演出も全く前述した通りの反則の通りのまま同じ手口を6回繰り返すわけ。さらに問題なのはね、厳密には同じ手口ですらないんですよ、どんどんその演出、反則演出がどんどん安易になってくるんですよ、ずさんになってくる。最初にね、この、声を流さない演出をするところ、要するに小雪が初めて人前で歌う、魔法の前で歌う、この人歌うまいんだ、なる場面ね。そこは、他の音も消えて、その別の BGM、ふわーっとした BGM、何か奇跡的なことが起こってますよ、BGM や。他の音全部消える。これならまだ演出として意図はわかりますよ。でも、後半に行くにつれてどうなっていくかというとね、まず、その小雪の歌が消える演出っていうのが出てくるインターバルがどんどん短くなってくるわけですよ。何度も印籠が出るインターバルがどんどん短くなってくるわけですね。どん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 出す。で、それに伴い演出も加速度的に雑になっていく。どうなっていくかというとね、特にグレートフルサウンド、そのクライマックスのロックフェスに出ているベックの演奏シーンなんですけど、いいですか？バックの音とか、他の実際に出てる音は全部出てるんです。他の音は全部出てるんです。小雪の声だけ出てない。さっきの、要するに小雪の音が歌い出したら全部の音がそういう幻想的な音になるんじゃなくて、他の現実音は全部出てて、小雪の声だけ出てないという状態になるわけ。これだとただ単に、マイクにスイッチ入ってないんじゃないのとか、もしくはあいつ声出してないんじゃないのみたいにしか見えないんですよ、それは。っていうね。なのに、場面、その、リアクションとしての、例えば観客だったりとか、舞台上の、桐谷健太さん演じる千葉とか、涙流してたりして、なんか、もはや宗教的ななんかノリになってるわけですよ。だから、音鳴ってないだけにしか見えないわけ。で、ちなみにですね、さらにずさんなことにね、これ気づいてない人も多いかもしれませんけど、この声、ボーカルだけ出てない状態っていうのは、実は、小雪が歌うところだけに適用されてる演出じゃないんです。非常に、結構頭の方、龍介が最初に組んでたバンドの演奏シーン、シリアルママでしたっけ？その演奏シーンですでに、
ボーカルが結構一生懸命歌ってるのにボーカルオフになってますっていう、ずさんだから天才的な歌表現ですらなくなってるんですよ、もう頭の時点で。しかもっていうね。で、まあ、全体に言えるのはそういう演奏シーンとかをちゃんと見せない、曲をちゃんと聴かせない、でそれらはなんとなくぼんやりしたムードでやり過ごしてお話の都合に奉仕させてるだけっていう、どう見たって音楽に愛のない扱い方しかされてないんですよ、そういうのが。でまともに曲として流れるのは、曲としてですよ、流れるのは途中で流されるレッチリと、さっき言ったエボリューションって曲と、まあ、これもだからあれですよ、レイジですよ、とエンドクレジットのオアシスくらいっていう低たらくで、あとはほとんど全ての曲や演奏シーンが途中で、それも恐ろしくその非音楽的な無神経なタイミングでブツッとぶった切られて終わるんですね。例えばですね、リュウスケとね、その平くん、そのあれですよ、そのベーシストがね初めてセッションするとこですよ。で千葉くんがそれに、フリースタイル的なものを乗せてってセッションしてくっていうシーンがあります。それでエボリューションができてくっていうシーンですよね。そこでなんかそのある程度歌詞を乗せて、うんうん、はじめましてお客さんいねーって言って、そのいねーのとこで一瞬フロアを映すわけです。でそこにものすごく半端な人数の人がいる、全くいない状態すらでないんですよ。3人とかはいるんですよ、なんかそのスタッフなのかわかんないけど、が映されてブツッとまたその次の釣り堀のシーンになっちゃう。あのギャグなのか何なのかもよくわかんない。つまりその言ってみればギャグをちょろっと言いかけて、でまあこれあんま面白くないからつって次行くみたいな、そのものすごく半端な気分にさせられる編集でありみたいな、ザ堤幸彦っていうねことなんですよね。で、まあ、堤さんという人がですね、その、インタビューとかでもおっしゃってるように、その、ロック好きです、音楽好きですっていう時、おそらくそこには、本人的には嘘はないんだと思いますよ、多分ね。だから、その、ロック好きです、音楽好きだから、細部にこだわりましたっていうのも、本人的には僕本気で言ってるのかもしれないと思うんです、もうこうなると。ただね、その細部へのこだわりっていうのが、例えばその原作と同じ T シャツを着せてますとか、なんかその超能を出しましたよとか、そういう細部なんですよね、この人の場合は。本質の部分でのこだわりじゃないんですよ、この人の場合。で、だから、原作と変えてるところ、改変してるところは、変えてるがゆえに随分おかしなことになっちゃって、変えるとこは平気でずさんに変えるっていう。例えばですね、これみんな疑問に思わないのかなと思うんだけど、レオン・サイクスっていうそのアメリカの音楽業界のその実力者で、実はギャングで非常に悪いやつだってやつが出てきます。まあ、この設定自体がもう原作の中でも一番無理のあるキャラクターだと思うんだけど、まあ、これサンキリーがね、スパイク・リーの弟がね、まあ、何やってんのって感じで演じてますけど、レオン・サイクスが劇中で出す条件が、原作と変わってますよね。で、変わったことによって非常におかしいことになってませんかっていう。条件として何その、ま、賭けに負けたら、別個を解散することって、そんなのレオン・サイクスに何のメリットもねえじゃん、別に。何その子供っぽい条件。原作だと一応ベックが、モンゴリアン・チョップ・スクワットって名前でアメリカでもちょっと売れてるから、ただ働きさせるっていうところにかなりのメリットがあるのはわかりますよ。でも、こっちだとその話ないから、しかもベックが解散することってなんだかよくわかんない。その前で、ね、金にならない殺しはしないっつって、ね、リュウスケのこと解放してんのになんだか意味が通ってないし、で、まあ、その、百歩譲ってなんかその、リュウスケが、まあ、最終的にはエディをね、そのなんだっけ、ダイングブリードのエディを引き込むのが目的だなんて言うんだけど、うん、それもまず、理屈として納得してないけどね、直接脅迫すればって思うけど、それも納得しづらいけど、仮にそうだとして、だったら、リュウスケさんさ、そんな賭けなんかしちゃダメでしょ親友巻き込むようなさっていう、だからますます主人公に感情移入しづらいような改編になっちゃってる。でね、まあそもそもここにいたその賭けをする、そのフェスに出てその賭けをするわけです。メインステージとどっちの動員が多いかみたいな無茶な賭けをするんだけど、そもそも原作のそのベックさんたちはね、結構地道に場数踏んで練習もして、バスへのクラブでもいっぱいライブやって実力をつけるっていう描写、ちゃんと実力をつけるっていう描写がちゃんとあるわけです。つまり小雪がいきなり超能力を発揮すれば全て OK っていう安易さには陥ってないんですよ。ちゃんと小雪が歌ったってそんなすぐにはうまくいってないわけですよね。でもこの映画版のベックはそういう描写がないから、いいですか、映画版に出てくるこのベックというグループは結局お前たちこそやたらとでっかいコネを利用してなんかこう飛び級的になんか
ズルしてなんか一個上のとこに行こうとすることばっかり従ってる。危険な賭けをしてまで、うん、そういう甘ったれた連中にしか見えなくなっちゃってるんですよね、映画版だと。はい。ちなみになんかそのね、いろんなそのなんか陰謀がとか言うんだけどさ、陰謀論みたいなことさ、そこでなんかタワレコにさ置いてあった自分たちのその自主版が撤去されて、その大資本で売り出されたレコードがこう入れ替えられて、タワレコードさんもそういうレコード屋だって思われちゃうよ。ああいう場面に協力していいんですかね、わかんないけど。でまあそれいいんだけどさ、余ったれたグループに見えるわけ。つまりその陰謀で俺たちのレコード撤去されたって言ってるけど、お前らだってコネにしか頼ってねえじゃんっていうね。でそのクライマックスでその動員合戦をしますと。でまずこれね、言っときます、原作の時点でこれちょっとありえない話なんですよね、その現実には。っていうのはどういうことか、ロックフェスだとなんだろうと、会場のキャパが違うっていうことはどういうことかね。キャパってのはその入る人数ですよ。会場の何万人ですって言ってるのは、つまり入れる人数自体がそもそも決まってるってことなんですよ。だから、普通例えばメインのステージがうん万人、2番目がその半分ぐらいで、3番目は多くて数千人とかさ、そういうような感じですよ。で原作だとそのメインステージが2万人、2番目のステージが1万6千人、3番目のステージ、要するにそのベックが出るグループとこが1万2千人つって、比較的近いキャパの設定してるから、まだ勝負になんのかなっていう感じがしてるけど、逆にこれもありえない。つまりこれじゃ3つのステージに分ける意味ないから、こんなフェスありえない。うん、っていうことで、まあっていうか、そもそもメインステージにビジュアル系がいて、で、セカンドステージがガイタレの大物ラッパーがやってて、で、三つ目のステージで日本のインディーのミクスチャーバンドってどんなフェスだよっていうね。という、まあ、これもそもそもありえないというレベルのツッコミはもう置いといて、とにかく、この勝負自体に無理がある設定なんですよね。なんですけど、まあ、その数を揃えることでなんとか原作では成立させやすくしてたところが、映画ではそれがさらに極端なことになっちゃってる。その3番目のステージ、これからベックが立つステージで、ね、我らゲルシー閣下がいらっしゃいます、仁義がねライブしてるところが出てきます。ただ仁義がのその動員が390人って出るんですよ。あとで1万人入る会場で390人ってすっかすかやで。人いないとほぼ同じ風に見えるはずです、それは。で、なんだけど、実際に映ってる画面見るともうちょっと人いるように見えるんだけどねっていう感じなんですね。で、見たとこ、キャパに3000人かっていう感じですね、あのサードステージは。どんぐらいだろう、1000人単位だと思うんですけど、2、3000人。そこに1万人来ましたっていうことであれば、少なくとも人の密度は最初よりガーッと高くなっていかないとおかしいわけですね。どんどん人が押してきて、混み込み状態になってくっていうところはないといけないわけです。なのに、画面上ではどんだけ動員が増えてます、人が増えてますって言うけど、全く人の密度が変わってないんですよね。ずっと最前列にいるあの真帆とか、あの人たちは普通にこうやってボヤモンって立ってるわけです。はい。ということでね、一場面だけ取り出してもこのざまですから。なんでこういうことになるの？お父さん、なんでこういうことになるの？それはね、堤監督は、そういうあたりの演出は全く握していないんだよっていうね、ことだと思います。で、僕はこここそ原作ファンは激怒していいところだと思うんですけどね。原作にはこんなセリフありますよ。他のステージに動員では太刀打ちできないけど、盛り上がり方が他とは違うわ。盛り上がってるふりをしてるんじゃなくて、本気で盛り上がってるんだもの。だからベックは勝ったんだっていう話でしょ、原作は。この映画だとこれ、この場面どう見えますか、皆さん。どう見たって観客は盛り上がってるふりをしてる人たちにしか見えませんよ。はい。先ほどね、手の同じ動きをしているっていう、そのまさにそのことを言ってるんだと思うんだけど。で、その本気で盛り上がってる客たちという、その流れでおっぱい出してる女がいるぞで、さらに客がっていう、ここはギャグ的な流れなわけです、本来原作では。なんだけど、まあ、まずこのおっぱい、本来はおっぱいトップレス出しちゃうってとこが水着にトーンダウンしてるのもね、非常に奮発ものですし、ね、レゲエ祭来てみろこの野郎っていうね、水着だろよ、水着の方が多いぐらいだこの野郎っていうね。でもそれ以上に問題なのは、いいですか？これ順番の問題です。小雪の歌、かっこ必殺技が他の会場に流れ出すのは、原作だとおっぱい騒ぎの後なんですよ。後で初めて小雪の歌は他のでっかい会場に流れる。つまり最初はなんか他の会場が盛り上がってるらしいぜ、おっぱい出してるぐらいだぜって惹かれてた客が、ついに音楽の力そのものにやられてしまう。当然こっちの方が話上は大事な展開なわけですね、おっぱいよりも。でも映画だと小雪の歌ごとまず他の会場に流れて、その後水着っていう流れなので、どう見えるかというと、音楽より
いいですか、おっぱいすらでなく水着の方が強いみたいな見え方になっちゃってるわけですよ。まあこれがね、いや音楽より水着っしょっていうのが堤さんの本音っていうならば、それはそれで別の信頼が生まれてくるけどね。別の信頼できる男とは思えてくるけども、つまり単純にこういうことです。クライマックスの作劇として台無しになっちゃってるわけです、この改編が。はい、うまくないってことです。ちなみにこのあたり含めてですね、そのグレートフルサウンドっていうこのロックフェス、ほんとクソイベントな。まずね、雨降ったぐらいで音出なくなる。これもう論外です。ライムスターもついこの間もう雷雨ど真ん中の中でゴーゴーンって中で平気でやってます。雨なんかぐらいは想定してやれ。あと、その出演者へのリスペクトがない。松下由紀の役の今回の言い草は本当に俺劇場で怒鳴りたくなるぐらい怒り狂ってましたね。最低です。要は、どんなに、その、あんたがやだろうが、そこに出てるバンドに対する敬意を払わないと。失礼でしょ。このバンドが音止めてるから他の会場の音を流すのが礼儀でしょ。礼儀じゃない。うん。で、まあ、実際のとこ原作にもですね、ある種の音楽差別主義みたいのは実はすごくドスンと真ん中にあったりして、個人的には僕はその部分はとっても不快に感じるところです。はい。出演者へのリスペクトがない。そして、ケータリングね、食事食うとこ、アーティストが飯食うとことか、控え室まで、ファンや客がドカドカ入ってきちゃう。嫌なイベントですね。ちなみにこのケータリング、要はなんだっけ、ライバルの男、ヨシト君、ヨシト君と小雪がこう話す場面で、ケータリングの場面できますけど、すごくしょぼかったしね、あの場面ね。まずあんなしょぼいケータリングないですから、あんな大きいフェスで。あんなプラスチックに入った弁当がこんなちょぼちょぼ置いてあってって、そういうことはないですから。で、ファンがね、なんかすごい中途半端な人数いて、いやーなんか言ってて、で、後ろではしゃいでる外人たちみたいな、まあ、とにかくですね、すべての演出がずさんなザ、包み、イズムっていうかね、もう炸裂してるシーンでしたね。で、とにかく、こういうとこがもう絵的にも気が抜けてるし、演出的にも気が抜けてるっていうのは本当に包み作品の特徴で残念なあたりっていうことだと思います。このケータリングシーンすごかったですね。あと、まあ、そこともさっきずかずか入ってきちゃう、控室にこういると。増岡ひろみっていうキャラクターが、原作でも本来は出てくるキャラクターですけど、ね、ずかずか上がってくるのもびっくりしましたけど、この人さ、何の意味があってこのキャラクター、こんなかまととキャラクターに変えたの？よく意味がわかんないんだけど、なんであんな気持ち悪い喋り方するキャラクターにしたのかが全く意味がわかんないですね。あとですね、まあ、ずさんといえばもうとにかく、悪役全般の描き方の適当さはもう目に余ります。そのベルアームっていうね、その要はメインステージでもう最大のライバルのはずですよね。ベルアームが、要はその元のボーカルじゃなくて、そのヨシトさんっていうその人気俳優をフィーチャリングで出したと。で、そのじゃあ元のボーカルの人ね、そのベルアーム、そのライブ中何してるのかって言うとね、これびっくり仰天したんですけど、白いマラカス振ってんですよ。マラカス振ってんですよ。ビジュアル系バンドですよ。っていう、かわいそすぎるだろうっていう、のがあったりとか、まあ、とにかくこんなのもありえないし、あとその学校のいじめっ子たちの描き方の本当に書き割りっぷりとかももう本当にすごかった。メロンパンのくだり、メロンパンがなんとかぐしゃーってやって、うわーってやったといきなりなんか演奏して、イエーイかなんか始めて、なんか、ねえ、あ、わーわーって、なんなのあれ。で、その周りにいるさ、異常に記号的なギャルたち含めて、とにかくもうその、描き方がペラッペラなわけですよね。だから、そのせっかくさっき言ったその千葉との戦いのとこも、せっかく桐谷さんが頑張って、すごく様になる感じでやってんのに、ちゃんと映さない。っていうペラペラぶりなわけですね。で、その原作はその兵道っていういじめっ子はそれなりに深みのあるキャラだったわけです。つまり、実は原作で、小雪をその、何か駆り立てる結構大きな要因になってるからですね、兵道は。だから、兵道を乗り越えた瞬間っていうのは非常に大きなカタルシスになってたんだけど、まあ、今回は本当にペラペラな描き方になってる。でね、なんでこの映画版の悪役たち全般の描き方に私がこんなにやだみを感じるかっていうのを考えてみたんだけど、結局、これこそが、最も巨大ないじめだっていうことなんですよね。つまり、水島ヒロだ、佐藤健だっていうその今をときめくイケメンスターに対して悪役を演じてるのは当然明らかにそれより無名の俳優さんたちなわけですよね。だからそこにもうそもそも敵役として設定してるけど、そもそも勝ち目のない一方的な感じがもういきなりするわけですよ。彼らに勝ち目がない感じがしちゃう。で、その、ああ、こんな、その、イケメン俳優がこっちで嫌な役演じて、かわいそうにって感じがしちゃうわけ。で、本来なら、
そのベルアームでしたっけとか、そのさ、大事な役割なんだから、そのイケメンチーム水島ヒロだ、佐藤健だとか、タメを張るような人をキャスティングするべきなんですよ。なのにこういう愛がない、そのキャス、あの描き方でキャスティングをする。特に義人さんっていう人は佐藤健と直接女を取り合う役なんだから、まあ、あの女の取り合いみたいのもなんかね、子供向けって感じなんだけど、それこそ三浦春馬級とかじゃないとダメでしょ。それはもし佐藤健と対決させるんだったら、もしくはさっきから言ってるように佐藤健さんはよくやっているけども、やっぱりせめて小雪役はその歌声の件含めて一からオーディションして探すべきだったでしょ。もっと言うならやっぱりベック全員、それ要するにもうベックってグループが存在したんだって思わせるぐらいやっぱ一からやるべきだったんじゃないですか。そこの上で結果として有名俳優もオーディションを受けたら、フラットに受けたら合格しちゃったっていうぐらいの話なら納得だけどっていうさ、そうでこそこのベックというストーリーにようやく一致するわけですよ。で、唯一の救いはですね、中村獅童が完全にコントのテンションで、ランっていうね、悪のプロデューサー役を演じていたことぐらいですね。あの人は分かっている男。多分ね、今回プロデューサーを務めさせていただくことになったランですっていうね。はい、良かったですね。ということで、僕は、まあ、確かにですね、その実は原作コミック自体の、まあ、問題であり限界っていうのも実は確かにあると思ってます。つまり連載ものですからね、そのさっき言ったように、しかも少年漫画の連載だから、要はその、まあ、クリフハンガー的にこう引っ張っていく中で出てくる設定の無理も出てくるし、みたいなところもやっぱり否めない。そもそも僕は小雪と龍介の関係っていうのが、その関係性として実は非常に薄いっていうところがこの話のネックだと思ってて、この二人何なのっていうのが、あんまり絆っていうほどの絆っていうのが起こるあれがきっかけがないっていうふうに僕は思ってるんだけど、まあそれ置いといてもね、まあそういう限界もあるし、あとやっぱりこの音楽像自体がさっき言った1999年からまあ2000年代初頭ぐらいまでならまあなんとかな音楽感だと思うんだよね。はい。そこにはやっぱり三作に前述したような音楽差別感、無意識の音楽差別感みたいなもんやっぱあると思います。例えば原作だとやっぱアイドルソング差別みたいなのも平気でしてったりしますしね。というね。で、そういう問題点、限界が、堤幸彦イズムと最悪の結託をしてしまったっていう結果なんじゃないでしょう、これは。で、これほんと不思議な話なんですけど、堤幸彦という人は20世紀少年に引き続いて、自らが劇中の打倒されるべき悪に一番近い存在であるにもかかわらずというパラドックス、を背負った作品をまたしても作ったってことですよね。で、まあ、それに自覚的なのかどうかっていうか、自覚的なわけないかとも思うんだけど、ね、例えばこれがですよ、さっき言った悪のプロデューサー乱落。これ乱っていう人は原作だとよりなんかちょっと軽い男なわけですよ。要は、堤幸彦が演じた方がほんとぴったりっていう、だから友達を堤幸彦が演じた方がいいっていう、あの町山提案にもほんと近いんですけど、そんぐらいのアイロニーがあればまだ話も違ってくるけどっていう。ただまあ多分堤幸彦さんという人のさっき言った演出がずさんだなんだっていうとこは、多分ね、天然なんですよね。彼は細部にこだわってるでしょ、ロックでしょって本当に思ってんだよね。だから、見た目結果的に不誠実になっちゃってますけど、これは天然だから、つまり天然の不誠実っていうことなんでね。これは一種の才能ですね。まあ、頑張った俳優さんたち、特にそのベックメンバー5人には本当に悪いですけど、それ以外の部分で、原作のセリフを借ります。原作のセリフを借りて言うならこういうことです。はっきり言ってこの映画は観客を舐め切っているとしか思えないっていうことだと思いますね。はい。ということで、まあ、でもこんだけね、いっぱい語れるから、先ほどオープニングで話した通り、私は大変楽しみましたということで、おっすー